この動画では肩関節の靭帯と関節靭について勉強していきます。これまで肩関節の解剖として肩関節周囲の筋肉、関節包、滑液包について勉強してきましたが、今回は第3弾としてこのようなキーワードにある靭帯、そして関節下の周囲を取り巻く繊維軟骨である関節靭について画像診断に必要な知識を勉強していきたいと思います。今回も教科書的な知識を勉強するとともに、実際に画像をスクロールしながらどのようにこのような解剖構造が見えるのか、わかりやすくを心がけて説明していきたいと思います。それでは始めさせていただきます。こちらが今回ピックアップして勉強していきたい肩関節を構成する靭帯の一覧となります。右後突起と肩峰を結ぶ右後肩峰靭帯、右後突起と上腕骨を結ぶ右後上腕靭帯、腱鎖関節を構成する腱鎖靭帯。関節法のところで勉強したので今回は詳しく扱いませんが、関節上腕靭帯、右後突起と鎖骨を結ぶ右後鎖骨靭帯、右後鎖骨靭帯に関しては外側にある菱形靭帯と内側にある円錐靭帯の2つに分かれます。またマニアックな靭帯ですが、その裏にある肩甲骨にある靭帯である上肩甲横靭帯、上腕二頭筋長頭筋を支える横上腕靭帯があります。画像診断の領域では特に赤字で示した腱鎖靭帯、右後肩峰靭帯、右後上腕靭帯あたりが重要な靭帯になると思います。これらの靭帯について詳しく見ていきたいと思います。それでは肩に関わる靭帯の全体像を見ていきたいと思います。こちらに肩甲骨と上腕骨がありますけれども、肩甲骨のうちこの前側に尖っているものを右後突起と言います。そして後ろ側にこのように出っ張っているもの、こちらを肩峰と言います。これらが肩甲骨の重要な構造物です。特にこの右後突起ですけれども、この右後突起から多数の靭帯が生えていることがわかります。一つ一つ確認してみると、右後突起から上腕骨に向かっている靭帯が見受けられます。こちらを右後上腕靭帯と言います。そしてその上に右後突起と肩峰を結ぶ靭帯があります。こちらを右後肩峰靭帯と言います。またこの部分に鎖骨がありますが、右後突起と鎖骨を結ぶ靭帯がこの部分に見受けられます。こちらを右後鎖骨靭帯と言い、そのうち外側にあるこの靭帯を菱形靭帯、内側の中枢側にある靭帯を円錐靭帯と言います。これらが右後突起に関わる重要な靭帯です。またこちらの肩峰の部分と鎖骨を結ぶ腱鎖関節の部分がありますが、その腱鎖関節をこのように靭帯が構成されており、こちらを腱鎖靭帯と言います。この腱鎖靭帯と右後鎖骨靭帯に関しては腱鎖関節の脱臼に関して非常に重要な靭帯です。ここからは少しマニアックな靭帯について見ていきますが、この右後鎖骨靭帯の円錐靭帯の裏側にこのような靭帯が見受けられます。これは後ろから見ると非常にわかりやすいですけれども、この肩甲骨のうちこのくびれた部分があります。こちらを肩甲切根と言いますが、この肩甲切根をまたがるような靭帯が見受けられます。こちらを上肩甲横靭帯と言います。この上肩甲横靭帯ですが、肩甲切根とこの靭帯によって輪っかができていることがわかります。この輪っかを何が通っているかというと、こちら神経を出しましたが、この肩の神経が通っていることがわかります。こちらを肩甲上神経と言い、この辺りにある棘上筋とこの下にある棘下筋に関わる重要な神経です。最後にこの上腕骨頭側に行くと、この靭帯ですね、こちらに一つ靭帯が見受けられますが、上腕骨頭の大結節と小結節を結びつけている靭帯があります。こちらを横横上腕靭帯と言います。筋肉を描出していくと、こちらに上腕二頭筋の長頭がありますが、上腕二頭筋の長頭腱がこの中を走行していることがわかります。この横横上腕靭帯によって上腕二頭筋長頭腱の位置が安定していることがわかります。
以上が肩関節に関わる重要な靭帯で、これらを一つ一つ確認していきたいと思います。右後上腕靭帯は右後突起と上腕骨を結ぶ靭帯で、関節鏡を補強し、上腕骨の外転や下垂の際に緊張して脱臼を防ぐ働きをしている靭帯です。それでは肩関節の T1 強調画像の3方向で右後上腕靭帯の走行を確認していきたいと思います。まずこちら横断像ですけれども、こちらに右後突起があり、この断面で右後突起からスタートし上腕骨に向かって伸びているこの靭帯があります。こちらの靭帯が横断像での右後上腕靭帯の走行です。しっかりと上腕骨に向かって走行していることがわかります。続いて四上段で確認していきますが、同じように右後突起を探すと、このようなシャーシ上段では右後上腕靭帯はこのように右後突起の後ろの方からこう走行していることがわかります。こちらがシャーシ上段での右後上腕靭帯の走行です。特にこの断面ではわかりやすいですね。右後突起から上腕骨頭に向かって伸びています。シャー肝上段ではこちらもわかりやすいですけれども、右後突起から上腕骨頭に向かっているこの靭帯ですね。こちらが MRI での右後上腕靭帯の走行となります。右後肩峰靭帯は、右後突起と肩峰を結ぶ靭帯であり、右後突起、肩峰、右後肩峰靭帯の3つで、右後肩峰アーチと呼ばれるこのような屋根のようなものを作っており、それにより上腕骨頭を保護し、上方向への脱臼を防止、そして肩甲骨全体の荷重を伝達しているという働きをしています。それでは、右後肩峰靭帯をスクロールしながら確認していきたいと思います。まずは横断像からですが、右後肩峰靭帯は肩峰から走行っていくと分かりやすいです。肩峰からこのように水平方向に伸びている靭帯があります。こちらをスクロールしていくと、この部分ですね、右後突起の基部あたりに付着していることが分かります。もう一度戻りますと、ここから追っていきます。水平方向に靭帯があり、右後突起の基部に付着しています。続いて、シャー四上段ですけれども、少し戻りますね。ここに肩峰がありますね。この肩峰から出ているこの靭帯に注目してみてください。こちらをスクロールしていくと、この右後突起に向かって走行していくのが分かったでしょうか。もう一度見てみます。この肩峰からこの靭帯を追っていくと、今この辺りですね。ここですね。ここで右後突起に向かって付着していることが分かります。最後にシャー肝上段を見ていくと、こちらに肩甲棘と肩峰がありますが、この肩峰からこの靭帯を見てみましょうか。この靭帯を追っていくと、ここですね。ここに行き、最終的に右後突起に付着していることがわかります。もう一度追っていくと、肩甲棘と肩峰があり、この靭帯が、ここ、ここ、ここと右後突起に向かって付着していることがわかります。以上が T1 強調画像での右後肩峰靭帯の走行です。右後鎖骨靭帯は、右後突起と鎖骨を結ぶ靭帯で、外側、を走行している菱形靭帯と体の中枢側、内側を走っている円錐靭帯の2つに分かれます。強靭な靭帯で肩甲骨を鎖骨に密着させる働きをしており、この靭帯のおかげで鎖骨の位置が安定し、この部分の肩鎖関節の脱臼を防いでいます。右後鎖骨靭帯を構成する菱形靭帯と円錐靭帯に関しては、シャーシ上段が非常に観察しやすいです。上腕骨頭が映っているため、外側から内側に向けてスクロールしていくと、この断面で、右後突起、肩甲棘、鎖骨が見えていますが、
右後突起と鎖骨を結ぶ靭帯が見受けられます。こちらが右後鎖骨靭帯のうち菱形靭帯となります。さらに内側に進んでいくと、この断面でもう一つ靭帯が見えていますが、こちらが円錐靭帯となります。腱鎖靭帯は名前の通り腱鎖関節に関わる靭帯で、腱峰と鎖骨を結びつけ、この部分の関節を補強しています。腱鎖関節の脱臼が起きてしまった場合には早期に損傷する靭帯です。腱鎖靭帯に関しては鎖骨と腱峰で構成される腱鎖関節を構成する靭帯ですので、鎖骨と腱峰の解剖を理解できていれば簡単に同定できると思います。こちら前側を走るのが鎖骨、後ろ側にあるのが肩甲棘からの腱峰ですので、こちらが腱鎖関節、そしてこの部分に低信号体がありますが、こちらが腱鎖靭帯の横断像となります。シャーシ上段では後ろ側にあるこちらが腱峰、そして前側にあるこちらが鎖骨ですので、こちらが腱鎖関節と低信号体の腱鎖靭帯が見受けられます。斜間上段ではこちらが一番見やすいかもしれませんが、前から行くとこちら側が鎖骨、後ろに行くにつれてこちらに肩峰があり肩甲棘がありますので、肩甲棘から肩峰、鎖骨、腱鎖関節となります。そちらに低信号体の腱鎖靭帯が見受けられます。ここからはその他の靭帯について見ていきたいと思います。こちらの右後鎖骨靭帯の円錐靭帯の裏側にあるこの少し見づらい靭帯がありますが、こちらを上肩甲横靭帯と言います。後ろから見ると分かりやすく、こちら肩甲骨のくびれである肩甲切根をまたがるように走行しています。この上肩甲横靭帯と肩甲切根によってこのようなリング状の輪っかができていますが、その内部を棘上筋と棘下筋を支配する肩甲上神経が走行していることがわかります。横上腕靭帯は上腕骨頭のうち棘上筋や棘下筋、小鋭筋が付着している大結節と肩甲下筋が付着している小結節をまたがるように走行している靭帯です。これによってこの内部にある上腕二頭筋上頭腱を結節間隔に保持している働きをしています。画像上では上肩甲横靭帯はこの肩甲骨の肩甲切根が分かりやすい環状段、横上腕靭帯に関しては上腕二頭筋長頭腱の結節間隔の走行が分かりやすい横断像がそれぞれ見やすい断面になると思います。続いて関節芯グリノイドリーブラムについて話を進めていきます。関節芯は関節下をあたかも唇のように全周を取り巻いている繊維軟骨の構造をしており、この関節芯の役割としては第一に脱臼の防止があります。関節下と上腕骨頭というのはあたかも剣玉のような構造をしており簡単に脱臼してしまいますが、この関節下が変形を取り巻くことによって堤防のように存在し、浅い関節下を深くし脱臼を防止しています。また関節下に栄養を供給したり軟骨を損傷から保護する半月板のような役割もしています。解剖的にはこの関節芯はこの図のように時計の文字盤のように部位を表現する慣習があります。肩甲下筋がある方向を前方向、棘上筋と棘下筋がある方向を後ろ方向とし、このように十二位から時計回りに文字盤のように部位を表現していきます。また上方、前上方、前下方、下方、高下方、高上方というふうに6つのセグメントで表現する方法もあります。関節芯に関しては T2 スター強調画像や脂肪抑制の T2 強調画像、脂肪抑制のプロトン密度強調画像などでよく観察されます。横断像で観察してみると、こちらに関節下があり、そこに三角形の突起状の構造物があります。この黄色の矢印で示すのが関節芯で、この剣玉の関係にある上腕骨頭と関節下の部分を深く挿入している堤防の役割を果たしているということが横断像でよく観察されます。こちらは関節造影での脂肪抑制 T1 強調画像のシャーシ上段ですけれども、こちらの図に対応させてみると、こちらが
上関節上腕靭帯、中関節上腕靭帯、下関節上腕靭帯があり、また関節下を取り巻くこの関節芯の構造が分かりやすいです。時計の針のように解剖構造を表すと、この部分が12時、そして3時、6時、9時に対応していることが分かります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は画像診断に必要な肩関節の靭帯と関節芯の解剖構造について勉強してきました。肩関節を構成する靭帯は腱鎖靭帯、右後腱膀靭帯、右後上腕靭帯、横横上腕靭帯、関節上腕靭帯、右後鎖骨靭帯のうち菱形靭帯と円錐靭帯、上横肩甲横靭帯がありました。これらの解剖の基礎と実際に画像をスクロールしながら一つ一つ確認していきました。また関節芯については上腕骨頭が脱臼しないように支える堤防のような役割があること、解剖的には時計盤の針のように例え12時、3時、6時、9時などと表現すること、また実際の画像でどのように見えるのかについて確認してきました。以上が今回学んだ肩関節の靭帯と関節芯のうち画像診断に必要な知識のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指してためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。